バニングとは、ミニバンやライトバン等のワゴン車を用いたカスタム手法を。主に後部座席や過失をラウンジをモチーフにしてカスタムすることが多い。もともとはアメリカ合衆国、特に西海岸におけるバンを使ったカスタム手法を日本に持ち込んだものである。英語、バンの動詞としての語義は、有害貨物自動車であるバンで輸送すること、またはミニバンなどのワンボックスカーで移動すること。 物流、貿易関係用語としてのバンニングは輸送コンテナに貨物を詰め込む作業のこと。1960年代に当時アメリカ西海岸の若者の間ではやっていたピックアップトラックを用いたカスタムから派生したのが始まりとされている。このトラックへのカスタムはトラッキンと呼ばれる。このトラッキンより派生したカスタムはストリートバンと呼ばれ、主にダッジ A100。 ダッチトレーズマンやシェビーバンがベースとして好まれていた。当初は移動時及び休憩時の快適性向上のためにキャンピングカーに見られるような仮想彼らなりの趣向の元に行っていたのが次第に外装を含めたカスタムを行うようになって行ったとされている。しかし時代とともに衰退し1970年代にピークを迎えた後に1980年代以末に アメリカ西海岸では廃れた。ハイエースのバニング日本への導入は、諸説あるが、主に1970年代とされている。その際モチーフ全てを導入したわけではなく、彼らなりの観点でしょうか、吸収された。そのため当初から、日本の愛好家たちの間では、アメリカに売られているバンだけにこだわらず、当時国内に流通していたバンを使って、カスタムしていた。 この分野の普及に貢献したのは、サーファーなどのバンを普段の生活で使っていた人々、特にその中でも従来の商業車前としたバンのイメージにこだわらないものや他人と同じ車に乗りたくないといった意思を持っていたものとされている。導入初期の頃はカスタム自体はアメリカのホットロットやキャルルックなどに見られるような手法で行われていたが、バブル期にバニングが カスタムの世界においてブームとなると、他ジャンルからのカスタマーが流れてきたため次第にアメリカを意識しない日本独自の派手な思考に転向していき、爆音、体型オーディオや威圧的なエアロパーツ、車高と同等の高さを持つリアスポイラーを装着するなど、発祥当初のスタイルから乖離し、日本独自の文化として発展していった。 アメリカと異なり日本国内においては特に車両に対する法令の規定が厳しいため、かつてはカスタムを行った車を路上で運用するためにこの分野の愛好家の間では特殊車両を意味する8ナンバーを取得することが一般的であったが、現在では法規が改正されたために合法で通すのが難しくなっている。トラキに今と昔、ありがとうございます。